ファンの皆様にお知らせいたします。たくさんの鳥さんたちが競争水面上駆け回っていまして、救助艇のスタッフ総出で追い払ってはいますが、なかなかしぶとく、ファンの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしております。水面を我が物顔で飛び回る黒い鳥の正体、カワウです。昨日正午ごろ、100羽ほどが大群で押し寄せ、ボートレースが一時中断しました。普段水面のゴミを拾うための船や選手を救助するためのレスキュー艇を総動員、さらに作業員が音を立てて追い払おうとしますが、しぶとく右に左にと逃げ回り、ボートレース場から離れようとしないカワウ。攻防は30分以上続きました。この異様ともいえる事態に専門家は、通常あそこまで人がたくさん集まる場所にカワウが退去していくっていうことはない。モーターボートのエンジン音ってすごく大きいものですから、そこにの周辺にいる時点で大きな音には慣れた、あの個体群群れなのかなとも思いました。今回の群れがどこから飛んできたかは分かっていませんが、対岸の宮島はカワウの一大拠点になっています。酸性の物質を含む糞が貴重な原生林を枯らしてしまう糞害のほか、海に潜って魚を食べ尽くす食害が深刻で、黒いギャングと呼ばれています。今船が近づいて逃げる、あー飛び立った、うわー、今黒い集団が一気に飛んでいきました。セイマンはいますか？もう数百じゃないですよ、数百以上かもしれない。冬の間だけ宮島を寝床にしている個体数は推定で数千羽。今月中旬に大半が姿を消し、繁殖地に帰ったと見られていましたが、何かそのカワウが行き場を失って行ったり来たりしてるのかなっていうような、そういう動きが、かなと思うので、今後ちょっとどうなるか、宮島にもしかしたら戻ってくることもあり得るんじゃないのかなと思っているところです。ボートレース宮島によりますと、カワウの飛来でレースが中断したのは今回が初めて。その後レースは再開され、中断による返金などはなかったということです。ボートレース場側のですね、判断は正しかったのかなとは思います。はい、侵入防止策っていうのは、今後ちょっと検討していかなきゃいけないのかなと思いました。